こんにちは、美容整形ちゃんです。今日はブロビビさんにヘアラインのアートメイクをしてもらいました。2回ヘアラインのアートメイクしたことあるんですけれども、もうほとんど消えてきちゃってるので、てかもうほとんど ないですね、ないので改めてやってもらおうと思います。で、以前違うお店でやったんですけれども、なんでここでやろうと思ったかっていうと、この間友達が一緒に韓国来てたんですけど、付き添いでたまたま来て、ですっごい綺麗だし上手だし、あとお姉さんめっちゃ綺麗だし、でそれでやろうかなと思いました。場所もヨクサムの駅のとこで、すごい便利です。で、ちょっと店内紹介します。すごい、なんかインクめっちゃいっぱいある。あと症状もすごい、先生が授業とかもやってるみたいです。店内すごい清潔感いい感じで、韓国の映えスポットみたいな感じですね、まさに。で、私は今回黄金比率っぽくしてもらおうと思います。いずれ植毛しようと思ってるんですけれども、少し先になりそうなので、ヘアラインのアートメイクでちょっと埋めてもらおうかなと思います。で、予約なんですけれども2ヶ月分ぐらいほぼほぼ埋まっています。なので 1,2 ヶ月前ぐらいから予約してくださいと皆さんにお伝えくださいとおっしゃっていました。では施術してもらいます。じゃあね。消毒を始めます。消毒、あ、消毒からだそうです。消毒してからマシークリームかな。このお姉さんすっごい美人なんですけど、動画 NG だそうです。声、顔ちっちゃくて足長い。今デザインしてもらってます。で、左右対称にしてもらいたいので伝えます。左右対称になるようにとお願いしました。おお、やね、ノー、おすすめにします。あ、どうです。ノー、あーノー、あー、じゃあヘアラインここおすすめします。お土産もやってもらいたかったんですけど、おすすめしないと思うことで残念です。まあ、前と同じ感じでヘアラインの植毛してもらおうと思います。 OK、 デザイン大丈夫ですか。今から麻酔クリーム塗ります。久々にヘアラインのアートメイクします。ヘアラインあるないとか随分変わるので楽しみです。20分後始めます。今デザインして麻酔クリーム塗りました。こんな感じです。25分後から施術を開始するとのことです。もうめっちゃ消えてたから楽しみ。久々に髪の毛復活の気持ちです。今から麻酔をオフします。デザインこんな感じです。少しだけ額を狭くしてもらって M 字を埋める感じです。本当に額が広いな。めっちゃ綺麗なお姉さん。さっきデザインしてもらったんですけど、再び描いてもらってます。どうでしょう。こんな感じです。見えますかね。なんかカッターみたいなもので刻んでいく感じです。ちょっと痛いけど、なんて言えばいいんだろうな。まあ額を細いカッターで刻まれてる感じ。まあめっちゃ痛いか、そしたら。でもほんとそんな感じ。私は我慢できる派です。できない人は結構しんどいって聞きます。音がちょっとグロいのかな。こんな感じで埋めていきます。お、すごい、めっちゃ埋まってる。これはセカンド麻酔クリームです。あ、麻酔クリーム第2回戦です。あ、1回目と2回目ではまた違うクリーム、麻酔クリームですね。あの、アートメイクって1回塗るだけじゃなくて何回も何回も重ねていくんですね。前回違うお店でもそうだったんですけれども、1
使い麻酔を置いて施術してまた麻酔塗って施術してっていうのを繰り返しました。いや生理前だからめっちゃ痛いかも。これもらいました。今コンディションによって痛かったり痛くなかったりします。麻酔クリームは使用時間が決まっています。それ以上麻酔をかけてしまいますと皮膚が柔らかくなってしまい線が美しく出てきません、うん、これがセカンド麻酔クリームです、うん、これがセカンド麻酔クリームだそうです。あ、セカンド麻酔クリームは一瞬で飛ぶんだ。あ、そっかそっか、3分ぐらいか。もうすでにもう結構綺麗に線が入ってます。嬉しい。芸術作品を見ているようですね。彫刻家みたいな。私、額がかなり広いので少し狭めるだけでだいぶ印象が変わります。あとヘアライン、みんな M 字結構薄い方多いと思うんですけれども、それを埋めてあげるとかなり綺麗に見えます。アートメイクってだいたい2回セットなんですね。やっぱり1回だと色が定着しないです。で、私2回やってるんですけれども、それでも、まあ、ほとんど消えてたので多分何回もやらないと色ってなかなか定着しないんじゃないかなと思います。結構あのヘアラインのアートメイクするだけで小顔にも見えるので個人的にはおすすめです。額が広い方とか、あとまあ M 字が薄い方はおすすめです。注意書きもらいました。読み上げます。ヘアラインは思っているよりもたくさん入れることは難しく、産毛程度のみ埋めることができます。無理に施術を行うと眉毛とは異なり、施術後に線が大きくにじんでしまうことがあります。1回目の施術は薄めに行い、2回目の施術でぎっしりと埋めていく形になります。シャンプーに入っている海面活性剤はアートメイクを早く消してしまう成分になります。施術後1週間は気をつけるようにしてください。頭皮は眉毛と違って油分がかなり出てくる部分に なります。そのため維持期間がかなり短くなっておりますだそうです。まあ確かにそう思います。まあ綺麗、久々に復活した、嬉しい。産毛程度でも嬉しいです。日本はアートメイクが本当に高いですね。ヘアラインなんてやったら結構高いんじゃないですか。20万ぐらいいくのかな。そんなにしないかな。アートメイクって本当に日本人にもすっごい人気になりましたよね。しかも、まあ、昔も人気だったと思うんですけど、今こういうリアルな髪の毛みたい、リアルな眉毛とかみたいにやってるので、より一層人気になった気がします。OK、3、4時間後、うん、ここなります。あー、OK、OK。で、3、4時間後に色が濃くなるそうです。楽しみ、浮き上がってくる感じですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。終わりました。
3、4時間ぐらい経つとさっきの映像の時よりももう少し色が濃くなってくるから、その時にもう一度確認してくださいと言われました。で、今4時間以上は経ってるので確認してみたいと思います。どうでしょう、色が濃くなって、さっき、あ、綺麗、めっちゃ綺麗。ちょっとライト落としますね、分かりやすく。お、すごい、めっちゃ髪ぎっしり埋まってる人みたい。嬉しい、脱ハゲ嬉しい。私はまあここもちょっと下げてほしかったので真ん中も下げてもらいました。で、この M 字の部分、 M 字のこのハゲている部分も綺麗に埋めてもらいました。わー、すごいな、嬉しい。ちょっとこれは喜び。脱毛するまでの期間はアートメイクをしてこうやって頭皮をごまかそうかなと思います。こう風でなびいた時にこうハゲじゃないのが嬉しいです。最後まで視聴してくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではでは、明日も、明日なんだっけな、明日はシュリンクと肩ボトックスと切開リフトのカウンセリングとって感じかな。またねー。